インゲボリー・エリクス・ドッテルは、スウェーデン王エリク10世の娘で、エリク11世の姉、ビル・イエルヤールと結婚し、スウェーデン王となる、バルデマール1世とマグヌス3世の母となった。インゲボリーは、スウェーデン王エリク10世とリキサーを、ダンマークの間の長女である。弟エリク十一世が、後見人で殺傷であったクヌート・ホルム・イエルソンにより1229年に、廃位された後、 インゲボリは亡命先のデンマークで過ごした。1234年、エリク11世は三脱者、クヌート2世の死後に福井し、インゲボリの結婚はこの頃に決められた。この結婚により、インゲボリとエリク11世は、強大なビエルボケと同盟関係を結ぶことができた。インゲボリは夫ビル・イエルヤールとの間に、多くの子女を設けた。 1250年、弟エリク11世が死しなく死去し、インゲボリの長男、バルデマールが、エリク11世の王位継承者として選ばれた。バルデマールは、エリク11世の姉インゲボリの息子であったため、王として選ばれたのであり、バルデマールが、若年の間は夫ビルイエルヤールが摂政を務めた。息子の即位により、インゲボリは、王太王となった。インゲボリは、 弟エリク11世の死後、唯一生存していた姉妹であったため、エリクの財産を相続したと記録されている。インゲボリは40代になっても子供を産み、その死因もおそらく双子の出産時の合併症であったと見られている。一家は成人した子女である。ありがとうございます。